こんにちは。もう よろしいですか。はい。はい。こんにちは。皆さん、金貨ハピネスチャンネルに今日もゲストが来ていただいてまーす。急なスタート。ブッサンネルから来ましたイッツンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてブッサンネルの、はい、アシンペのハヤブサさんです。よろしくお願いします。そして金貨ハピネスチャンネルの金ちゃんです。よろしくお願いします。ゲストみたいになったらやだ。いいね、これ。今回はね、うん、私、いっつんが、うん、進行しながら、うん、お二人もね、コーヒー飲んだり、サンドイッチ食べながらなんで、うん、進行しながら動画進めていきたいと思うんですけど、ケンちゃん、カメラ回る前に、ちょっと健康についてちょっとお話ししない、うん、したいと。うん、そうなの。その健康と開運ってやっぱりこの繋がってるものがあるんですか？ある。ある。もうなんていうの、だって別、健康だったら、なんかさ、大変。ゲストに食べてる。よかった。食べてた。そう。で、なんていうのかな、はい、場所、まあ場所によってもね、やっぱさ、スピリチュアル的なことで言っても、どこどこの、例えば胃が悪かったりすると、もうほら、抱え込んでるとか考えすぎとかあるように、はい、場所によって全部やっぱ、あるんですよ。肝臓やったらちょっと怒りの臓器とか言われて。そうそう。だから、そこの、例えば、まあ、病気にかかりやすいっていう考えた時に、まず私はいつもなんか鑑定の時とか病気ですって来られた時は場所聞いた時に、あ、肝臓かって言ったら、こういうタイプでこういうことしてませんでしたかっていうことを絶対言うんですよ。その場所によって紐解いていくと、いろんな行動がなんかいい悪い別としてあるんだ。そうそう、だからその癖を直さないとまたかかるとか、治ったところで。それってお医者さんに行く手前の話ってこと？そうそうそう。だから分かれば、それになりにくい。で、絶対お知らせあると思うんだよね。例えば、やたらちょっと痛いな、最近胃の調子悪いなとか、うん、何か絶対あるから、その時に実は気づいてくれたら、はい、そういう、例えば胃潰瘍でもいいし、うん、なんかちょっともっと激しい病気にならないとかあるから。で、最近は私はもう本当に、女性性って思ってるっていう感じで、女性のホルモンバランスだったり、胸だったり、ほら、子宮だったり、そういうことがすごい気になって、うん、食べ物もちょっとそういうことにこだわっちゃったりして、豆食べようとか思ったり、うん、あと、腸。腸もえらい気になるんですよ。うん、大腸とか小腸とか、うん。で、腸もやっぱり、溜め込みすぎてる。あ、そのストレスをってこと？そう。あと本当にデトックスとか。あと感情からも逆算できるよね。うん、感情？五行とかで調べると、例えば、怒りの感情が強かったらこの臓器を攻撃しますよとか、うんうんうん、悲しみの感情が今強かったらこの臓器を攻撃しやすいですよとか、で、そのために補う栄養分はこれですよとか、調べるとね、いろいろ数珠つなぎに出てきたりもするから。それどこで調べるの？え？五行。え、それホームページ？うん、とかで。もう、あ、私ちょっと待って。あるよ。五行。ちょっと、キュンちゃん、ちゃんと紹介して。そういうのもあるし、あと、知りたい。で、ホームページ、なんて書け、なんて検索すればいい？いや、私ね、そういう資料を持ってるんです、実は。なぜか。私もいつもそういう資料を持ってて。うん、そう、持ってるんですよ。私は家で調べるとこじゃなくて、そういう。金貨チャンネルで紹介したことあるの？ない。そういう動画にしたいじゃない。みんな知ってほしい。そうそう、ちゃんと意味があるじゃね。ほらって、これは何で、それは何て検索すればいいのかな。五行。うん、どう書くの。五行く。行く。うん。で、五行。はい、五行、木火土金水とか言うんだよね。うん、だけど、それで、食べ物も全部分かれてるし。それはさっき早川さんが言った、はい、怒りの感情。うん。うん、なんか例えば、恐れが強くなると、腎臓に負担がかかりますよとか、うん、うんうん。だから気をつけるべきものは塩辛さですよとか。あるの。うん。で、守ってくれる神様は黒竜ですよ、玄武ですよとか。あるのよ。うん、で、はい、5行でできてんだって、人間。5行でできてるんだって。大腸が気になるってことは、うん、肺も気になるんでしょ。そうなのよ。ということは、悲しい感情も強くて、あとは、鼻、親指も気をつけた方が良い。で、今食べてはならないのは辛味。っていう風に逆算して考えたり。カレー食べるな。カレーぐらい。ちょっと甘口にした方が良い。中辛ぐらいがいいんじゃない？うん。
うん、いや、そうそうそう、そういう、でね、漢方とかも、うん、それを見て、作るんだって。漢方の、ほら、治療で。あ、そうそう。だから、対面でお話聞いて、うん、その人に合った漢方を、混ぜるんだ、うん。そうなんだってよ。作るんだ。うんうん、漢方屋さんとか。それで気を整えるとかで、すべてを整えるだから、うん、足りないものを補ったりっていうのが、そういう漢方の考え方。じゃあ、もう、金ちゃんのところに来て、うんうん、こういう体調がこういうふうな、良くないんですって言ったら、アドバイスしてくれて、そう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 。病院行かなくても。だから、早く来てくれたら、基本こういうの気をつけてて、だからこういう感じで、うん、食べ物とかもあるし、ね、うん、感情もあるし、性格もあるし、うん、そう。で、その、ね、早本ちゃんが今年、その、海運フードって、ブロッコリー海運フードって言ってたよね。はい、私、アレルギーだけど、どうしたらいいですか？ブロッコリースプラウトもダメ。あのね、ジュースに入ってても、ダメ。アレルギーは、ね、絶対ダメ。それはダメだね、うん。それは気をつけないと。そう、アレルギーはダメなんだけど、私あと、調味料は今年は絶対見直さなきゃいけないと思ってて、前の金ちゃんの動画でもお塩の話をいっぱいしたけれども、ああいう浄化の塩って全部天然のお塩でしょ、うんはい、天然のお塩を調理でも使ってほしいって思ってて、うん、だ調味料っていいやつ使った方がいいよね。でね、こっからまたね、その、なんでしょう、新しい時代に入って、すべてが明らかになるから、例えば悪事も明らかになるとか、うん、体調不良も明らかになるだから、なんとなくね、不調が表に出てくる人が増えてくると思う。そうでしょ、だから免疫力の低下、ホルモンバランスの異常とかっていうのがまた特に増えてくるから、気をつけた方がいいなと思う。だから女性ホルモン、男性ホルモン的なものを補えるとか、そのバランスを整える食生活であったり、生活習慣っていうのは、これからもしていった方がいいかなと思ってる。うん、だからすごい健康が気になる。自分自身どうなの、聞いちゃう？私はね、あんま気づいちゃうんですよ。その病気になる前に。うんうん、なので、この間までは、だからその、子宮とかも気になったから、うん、トイレ掃除、子宮とか健康運ってトイレ掃除だったりするからして、で、なんか私がこうメッセージで来たのはピンクにしなさいって。ラブリー。そう、それピンクにして、あとおトイレを、そうで、うん、子宮の形のものを置きなさいって入ってきたから、今それなんですよ。トイレ、子宮の形のものっていうのは何置いてる？花瓶は、私はだからこういう子宮の形のになってる花瓶にピンクの花刺してます。それは、じゃあ、金ちゃんが、子宮がなんかちょっと調子悪いな、痛いなっていうことじゃなくて、少し気になる感情になったから、うんうん、トイレ掃除をしたってことですよね。そう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 。で、どうしようと思ったら、やっぱ健康運って言ったらトイレが、基本だよ、みたいな感じで。ベースなんだ。はい。なので、綺麗にしとけば別に色とかじゃなくてもいいけど、子宮とかホルモンバランスとかなると、女性性ってなると、ピンクだなって、とか、あと子宮のも、形のものを聞いて。でも迷ったらさ、トイレと玄関掃除しといたらオールマイティだよね。玄関とトイレ。うん、まあそうなんだ。例えば金運上げたいとかね、人間関係上げたいって言っても、うん、どっちかに絶対入ってるから。うんうん、なるほど、うん。そっちを両方いつも綺麗にしとけばいいし、うん、あと私も、うん、私はなんとなくやばいなって思っても、うん、見て見ぬふりするタイプ。え、病気？うん。え、自分そう。だけど最近、ああ、人間ドック行かなきゃなって強く思ってるから、一回見直せっていうタイミングなんだと思うし、あと自分の周りとかもやっぱり病気になった人もいるし、なんとなくそろそろなりそうだなって、まあ年代とかもそうだけど、ちょっとね、やっぱり明らかになる人が増えてくるなっていう気がしてるから、行ってない人はやっぱり人間ドック行ったり健康診断行ったりとかって大事だなと思う。いやね、一回、今まで一回も行ったことない人は一回行ってみてください。僕は毎年行ってるんですけども、赤坂山王メディカルセンターに行ってるんですけども、うん、これはね、コースで、朝から午前中からやって昼過ぎに終わるんですけど、お昼ご飯のコースもついてるんです。シャワレオツー。もうね、そこ人間ドックだけのところなんで、もうどん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 もうさばいてさばいて、もう早いんですよ、うん、めちゃくちゃおすすめです。脱ぎますよね。いやだからあれですよ、多少は脱ぐでしょ。お腹のエコーとかやるときお腹ちょっと出してとかありますよ。それだけ？そんな全部スポンボンにはならないよ。いやだって紙パンツで、その大腸内視鏡もやるんですけど、紙パンツでそのこのお尻の肛門の部分だけ空いてるので、こう
もう、あの、中に入れて。まあ、まあ、まあ、でも、あの、眠らせる麻酔ですからね。へぇ、もう起きたら終わってます。へぇ、全然痛くも痒くもないです。え、そうなんだ。そういうとこがいいよね。ね、はい、怖いからね。だいたい病院行ったことないから怖いわ。うん、でも、一回行ってみてください。すごい安心を買いますし。もう、何にも悪くないですよ、とかって言われたら、また楽しいですよ。ぜひ。でもやっぱ、そのあれだね、その病院に行く前に、そういう開運のその五行っていうことにいろいろ分析できるっていうのはいいよね。そう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 。で、そこが弱かったり、そう、まあ、そういう性質だからそこの病気になりやすいとか意味があるから、うんうん、それを改善すると、もうその病気とかにもなりにくかったりするんだろうなと思って。だからその、この臓器が逆算してこれ良くないっていうことを改善すると、うんうん、気持ち的にもいいってことでしょ、うん、で、すべての開運につながるってことでしょ、そう。結局ね。うん。ね。うん。なるほど、なるほど。ありがとうございます。それが気になってた。それ、なんか、気になってたから。ヤオヨルズの神カードを前回やったじゃないですか。うん、はい、はい。みたいに、この、体の臓器のカードみたいなのないんですかね。オラクルカードの、体の部分の。でもだから5行で、最近起こりっぽいな、だったら、その欄で、起こりっぽいと、どこの臓器を攻撃するか、みたいなのも一覧に載ってるから、そう。わかりやすいと思うな。ああ、そのね、ネットで調べたら今結構なんで載ってる。そう、だって、私もだから紹介できないけど、5行無料ってやつ。で、まあまあ、ダウンロードできるやつとかをダウンロードして、いつも見たりしてるから。そうそう、ね、結構あるんだよ。細かいやつよりも、なんかシンプルバージョン作ってよ、金ちゃんが。シンプルね、こう、なんか、臓器カード、臓器カード。下敷きにできるぐらいの。なるほどね。なんかそういうの欲しいですけど、ね、ここは何、ここは何、みたいな。そうね、だからそれをもとに、うん、なんだろう、今年のラッキーカラー出してる占い師さんも多いし。うんうん、あ、そうなんだね。あ、5行でか。そうそう、今年は例えば土星の年だから何色ですとかっていうのをそのまま出してる人も多いね。うんうん、なるほど。うん、あ、だけど私はさっきのさ、さっきの前のやつでさ、あの、石のやつあったじゃない、はい、写真で。で、こうだってわかるって言ったように、ちょっと違うバージョンだけど、うん、例えば、うんと、ハヤブサちゃんとかやったら絶対、なんか例えば人間の形みたいなやつして、うん、あ、こう会ったことない人でもってなった時も、あ、ここ悪そうって分かると思うんですよ、こうなんか。あ、でも私写真で上半身だけ見れば下半身まで分かる、ね、あ、でしょ、だからあれ写真じゃないですか、うん、そうなのよ、大体さっき、あ、そういうタイプだなと思ったんですよ、うん、石で見た時に写真でほら、うん、全然分かってたから。あとは例えば金ちゃんがお母さんの話をずっとしてくれて、うん、お母さんを想像してさえしてくれれば全然見える、うん、ねえねえねえ、だから今膝悪いタイミングだなとかお母さんがね、うん、右の膝かなとかってそういう風に見る、うん、そうだから、うん、あ、そうだよね、すごいと思って、やっぱ写真とか、まあこう、まあ、知ってる人の知り合いっていうか、こうお母さんとかやったら見やすい、うんうん、見やすいよね。え、じゃあその例えば女性が来て、うん、もしこの人とこの男性と、付き合うかもしれないですけどどうですかとか、結婚しますどうですかっていうのも写真で鑑定で見てもらって、あ、なんか傾向が分かったりするの？ピンと来なかったりするよね。でもピンと来ないから、ピンと来ないって言っても、あら、ピンと来るときはいいんですよ。うん、あ、しますで終わりでいいんだけど、反対バージョンもあるじゃないですか。は、アドバイスするね。うん、あの、例えば、より良くなるために、こういうタイプだから、うん、こうやって接するとうまくいきやすいですよ、とか。あ、そうそうそう。よかった。うん。だからその物件、昔は叩き切ってたけどね。あ、しょ、あれだ、海の人じゃないよ、やめて、やめてください。そう、結構怒られたから。物件とかもわかる？いや、物件とかも、写真も、だから、私は動画を撮ってもらいます、いつも。行ったならもう全部周りもあしたらあーって動画を送ってもらってもいいですかってよく言います。あ、なるほどね、うん、の方がもう軽い、簡単っていうかね、写真やったらパチャ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 、わかりやすいんだね。そうそうそう、私間取り図見て、うん、あの、住んでもないのにその情報サイトの間取り図見てバーって見て、うん、あ、ここいるなとか、うんうんうん、そういうの出ますよね、うん、なんか写真とか出る出る出る、うん、ありがとうございます。いや、もう楽しい。あの、うん、サンドイッチね、あと1個残ってるんで、うん、食べていい？その食べながらの、あの、この動画終わりましょう。はい、食べながら、はい、エンディングにしましょう。食べながらスタートしてるね。金ちゃんがサンドイッチを食べるところ。じゃあさ、食べ物は結局さ、うん、健康にいい食べ物さ、まあ、ブロッコリーって言ったように、うん、ちょっと私ブロッコリー食べられる、他も聞きたい。うん、私は絶対塩、はい、油はマストだよ、今回。うん、
あの塩と油は絶対にいいもの使いがますと。そうか。うん。だから変えてない人がまだいたら変えた方がいい。うん、そんな高くないから。98円か198円の違いだから、うん、塩とか油は298円か398円の違い。だけど、いいものを使った方がいい。中華料理屋さんでも、うん、古い油使ってるってわかるじゃん。わかる。で、俺古い油使ってる中華料理屋さん、僕の見解ですよ。大体潰れてんね。なるほど。あー。俺すぐわかるもん。うん、油これ、匂うな、古いな。うん、健康つ気をつけてること何ですか？健康を気をつけてるのは、うん、僕はね、人間ドックに行ったら、うん、結果は、いろいろお医者さんに言われて、うん、寝る前に食べてますよね。でそこ一番気をつけようと思ってます。だから、ね、食べて2時間空けて寝ないとダメって。あ、2時間、2時間後にお腹空いて起きちゃうんだよね。それは一番今気をつけてます。そしたらそれプラスあれですよ、水飲めばいいですよ。そう、水大事、はい、左右ね。お水は、最後寝る前に1日たくさん飲むようにしてます。寝る前、寝る前、寝る前にね、うん、病気になるのはそれだって。左右飲んで寝ると綺麗にするんだってよ。私でも体調良くなってから枕元に水を置いてるよ。うん、枕元に水を置くようになってから体調良くなったかなって感じする。だから水パッと起きた時にパッと水飲んだりして、飲むし、トイレに起きるとか、なんとなく寝返りで目覚めちゃった時に一口だけ飲むとか、うん、全然違うよね、うん、水って。水大事、うん、もう食べ終わりました。はい、もう食べ終わったよ。はい、きんちゃん、はい、お時間です。あ、もうお時間ですか。じゃあもう一個食べるかねとか。さあ、今回コラボ動画なので、はい、海音部チャンネルの方でも金ちゃん来ていただいておりますので、ぜひぜひ海音部チャンネルの方もご覧いただいて、チャンネル登録していただいたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。私もゆるくゆるくやっておりますけど、皆さん飽きずに見てください。はい、では今日はゲストに、はやぶさちゃんと一通さんが来てくれましたっていう感じでよろしい？よろしい。はい、じゃあね、バイバーイ。ありがとうございます。